現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、一応新日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中にワシと衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛行空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、2発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3つから構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一時事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、
これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それに輪をかけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。